オクテットチャンネル。はい、今日はですね、まあだいぶ、いつもと違うね、生活感のある絵面で撮影してます。はい、ちょっとね、恥ずかしいですね。はい、ちょっと外の方が。はい、ということで、ですね、まあ今日は、ちょっと、実際、スタイリストが、ショップ店員というか、まあ、アパレルの人間って、私服どんな感じなのかなとか、こう、どんなもの持ってるのかな、みたいなところを、リアルに、動画撮っていこうかな、という企画になっていて、まあ、なかなかね、こう、知れることってあんまりないと思いますし、まあ、こう、全部紹介したいところなんですけど、なかなか数が多いので、最近のお気に入りと、まあ今日行く感じのところとか、こう何するかみたいなところと、何持っていくかみたいなのを、ちょっとね、今撮影してるのが、3月末ぐらいなんですけど、まあ4月も多分こんな感じで、服装的には大丈夫かなとは思うので、参考になればいいかなと。いう感じになります。はい。で、まあ、今日のね、ちょっとコーディネートなんですけど、完全に全部私物ですね。はい。で、今日僕は、動画をね、このまま編集しに行きたいなと思ってるんで、いつもよく行く、お気に入りのカフェというか、本屋というか、まあ、ちょっと、家で仕事が煮詰まったというか、やる気が、こう、いまいち出ないなっていう時には、そこに行くことが多くて、まあ、そのまんま一緒にこう、仕事の勉強なんかしたりとか、こう、インプットアウトプットする場所にしてるんですけど、そこに行くっていう感じのと、あとはいつもよくしてもらってる、こう、お客様が、誕生日の方がいるので、その方のちょっとカードとか、なんかメッセージカードとか、こう、プレゼントとかをちょっと見に行こうかなと思って、います。で、はい。ちょっとね、これ D スクエアートの、ブラックデニムですね。はい。これむちゃくちゃ履くことが多くて、こう、おととしですかね。去年、違うな。おととしか。おととしの、春夏のディスクのモデルで、スーパーツインキーなんですけど、むちゃくちゃ気に入ってます。結構ね、もうヘビロテしてて、まあ、動画でね、ちょこちょこお話ししてるんですけど、休みの日もだいぶ来てるので、説得力が半端ないなと自分でも思ってますし、これはね、まあ、今年もやっぱり結構人気でしたし、その前も人気だったんで、もう、なんか、王様的な位置づけというか、揺るがないところにいるかなと思ってます。はい。で、このディスクのブラックデニムと、あとは、これですね。はい。これ。ヌメロベントゥーノさんのトレーナーですね。こんな感じの。はい。グラフィックの、こう、チェキを貼り付けたような、トレーナーになってて、これも去年の春夏ですかね。はい。なので、まあ、ちょっと今はね、もう販売してないやつになっちゃうんですけど、まあそこもまたリアルでいいかなと、今回は思ってて、ちょっとね、最近僕じゃないんですけど、こうチェキをね、はい、こうインスタントカメラっていうんですかね、が、すごくいいなと、思ってるんで、これね、ここパシャって撮ったら、こうミーンって印刷されてくるやつなんですけど、それをそのまんま、こう貼り付けたかのような、こうデザインになってて、すごく斬新ですし、こうパッと見た感じ、なんか写真貼ってあるのかなっていう感じの見え方です。なんでデザイン的にすごく気に入って、こう一目惚れしてたんですけど、こう、なんていうの、
トレーナーなんで、トレーナーなんで、あんまりね、こう、仕事の日に着ることは、本当に少ないというか、まあ、買い付けに行った時に一回着てきましたけど、もうそのぐらいにはなっちゃいますが、まあ、もしね、今後、なんか、仕事で着る機会があったらいいかなと思いますし、まあ、休みの日は結構、気に入ってきてましたね。はい。まあ、今の時期、こう、裏起毛のやつ、若干暑かったりするんですよ。なんで、あんまり、こう、起毛感の、こう、内側はないやつがいいなと思ってて、これちょうど春夏のやつなので、こう、薄いんですよね。なんで、そういうところがね、使いやすいなと思ってて。まあ、もちろん、ニットとかも、ニットとか、カットソーとかも着るんですけど、だいたい、車移動なんで、そんなにがっつりしたアウターは今はいらないんですけど、このぐらいの軽い羽織だけだと寒いと思うんで、トレーナーにして、中もね、ちょっと T シャツを、こう、レイヤードする感じで、はい。これ B ルームっていうブランドの白 T なんですけど、これパック T で売ってて、こう白と黒と、2色でこうセットになってるやつがあったんですよね。それもだいぶ前のやつですけど、ちょっとね、ちゃんと丁寧に着てたら、すごい物持ちが良かったんですよね。で、それも、結構黒も白も気に入ってきてますけど、特に白がこういう使い方もしますし、まあ、時期もうちょっと暖かくなってきたら、この白 T とジャケットとか、こう、シャツジャケットだったりとか、まあ、シャツ1枚とかで、こう、着ることも多いかなと思います。はい。なんで、かなりね、気に入ってきてるものばっかりですね。で、去年の、秋冬かな？あれ夏かな？ちょっと去年ですね。はい。ゲットした、アレッサンドロ・ゲラルディさんのシャツジャケット。はい。これをね、着てます。結構気に入ってます。こんな感じで。ちょっと緩めな感じなんですけど、まあ、あんまりこう、硬いところに行くわけじゃないので、このぐらいリラックス感あっていいかなと思いますし、こうちょっと男臭い感じもあって、自分的にはすごく気に入ってます。はい。はい。といった感じで、まあ、トータル休日着、今日はこんな感じです。まあ、あとは行くところだったりとか、シーンによってだいぶ変わるので、こう家で仕事してるときもっとリラックスしてたりとか、こうカチッとしたね、こう、ところに行くときはジャケット羽織ってたりとか、まあ、シーズンにもよりますし、行く場所にもよるし、まちまちなんですけど、まあ、今、この春のコーディネートは、これが、僕は、結構気に入ってきてるかな、という感じです。はい。で、バッグはですね、今日は、荷物が多いんで、リュックですね。はい。ベリージさんのレザーのリュック。もうボロボロなんですけど、むちゃくちゃ破れかけてて、こう、うちのスタッフの、スタイリストのこうムンにも、安藤さんこれ破れてますよとか言って言われてたんですけど、まあそれでもちょっと直して使おうかなと思ってますけど、かなりクタクタになってきていい感じに、こう、色も剥げてきたんじゃないかなと思ってます。はい。で、この中身はですね、結構いろんなものが入ってるんですけど、まあ、普通に出かけるときは、ちっちゃいバッグ、このぐらいのバッグを持つことが多いんで、こう買い物行くだけとか、食材買いに行くとか、ご本屋に行くだけだったら、こうスマホ、財布、僕はちょっとタバコをまだ吸うので、やめなきゃなとは思ってるんですけど、タバコやめる趣味がなくなっちゃうので、っていう言い訳をね、ちょっとしておきますけど、タバコと、まあ、携帯灰皿とぐらいの感じの、こう、ちっちゃいバッグを持つんですけど、だいたいカフェ行くときとか仕事をするときは、こういうリュックを持つことが、もう、一番多いんですね。トートバッグは仕事の日に使うので、あんまり使わないようにしようと思います。はい、で、だいたい持ってるのが、ハンカチと携帯灰皿。はい。
と、お財布と、こんなリアルな感じの動画でいいんですかね。はい、パソコンですね。動画編集するためのパソコン。と、メモ帳、ノートですね。スケジュールとか、あとこうアウトプットしたいときに何か書いたりとかする。ノート。と、これはポーチですね。ポーチがだいたい2つ入ってます。1個目のポーチは、こうヘアセットのやつとか、こう、香水とか、あとはハンドクリームとか、ヘアバームとか、歯ブラシとかが収まってる、ちょうどいいポーチ。と、もう1個の方は、ガジェット系というか、ギア系ですね。こう充電器だったりとか、イヤホンとか、ボールペンだったりとか、マイクとか、そういうのが入ってます。はい。まあ、仕事の時は、これはもう必須ですね。この二つ、ポーチ。で、マスクの替えと、アイウェア、サングラスとかメガネとか、ですね。僕は結構アイウェアが好きなので、こう、ちょこちょこね、コメントいただいてましたけど、いろんなやつを持ってて、まだ持て余しちゃってるというか、全然使ってないやつとかも多いんですけど、結構気に入ったやつをいっぱい使っちゃうので、このデニムもしかりなんですけど、こうずっと長く使えるものを選びつつも、こう気に入ったやつがマイブームみたいなやつを、こう、とことん使い込むみたいな。で、その次のマイブームが来るみたいなのが、こう僕の結構一般的な感じというか。これは、ちょっと前までブームだった、トム・フォードさんのアイウェアですね。はい。これはサングラスに、後々、近々しようかなと思ってます。はい、仕事柄ね、車で移動も多いですし、なんか買い付け行った時とか、こう、ちゃんとしたサングラスあったらいいなと思ってたんで、まあ、そうしようかなと思ってます。いう感じですね。まあ、あとは、あっこかな。はい。です。はい。まあ、こんな感じで、バッグも、いっぱいいろんなものがぎっしり入ってるんですけど、まあ、意外とスッキリしてるんじゃないかなと思います。はい。という感じで、まあ、今日は、フラットオフなので、仕事しつつ、お出かけフラフラしようかなという感じになっています。はい。これね、まあ、誰が得するんだろうみたいな動画ですけど、なかなかね、需要があるのかわかんないですけど、春ね、お出かけするとき、ちょっとでも参考にしてもらえたらいいかなと思いますし、こう実際普段動画で見てる人たちが私服どんな感じで着てるんだろうとか、お店に立ってる人たちってどんな感じの休日の服なんだろうみたいな思って、なかなか見えないところかなと思うので、まあこういう企画もね、今後やっていきたいなと思いますし、こう、スタイリストの私服を突撃みたいな企画がどこかのチャンネルでやってたりとかしたんですけど、なんかそういうのも僕らはまだやってないなとか、いろいろね、やりたいこといっぱいあるなと思って、こう YouTube の企画をいろいろ毎日常に考えて、お店の仕事も抜かりなくやろうかなと頑張っています。はい。はい、ということでですね、ぜひこんな企画になってしまいましたが、また見たいなと思ってもらえた方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい。もうすぐでね、こう、1万人の、登録者数が突破できるかな、できないかな、みたいなところでして、こう、いつもはね、林さんと、早く1万人は行きたいね、ということをね、話しております。はい。
めちゃくちゃ早く登録者数伸びないかなと思って、もう1万人突破したいなと思っております。はい、ぜひ、登録してもらえるとまたね、こう次回の動画見逃すこともないですし、すごく嬉しいなと思います。はい、であとはですね、SNS を最近は更新してます。はい、LINE の方とこう Instagram と話してもらってるんですけど、 LINE の方だとこう個別にメッセージをもらえたりするのが最近は本当に多くなってきて、まあ、この動画良かったよとか、この動画で使ってた商品ってこれ何とか聞いてもらえたりだとか、あとはちょっとアドバイス欲しいですとかね、そういうのも、おかげさまで本当にありがたいことに、多くなってきました。はい、そういうのもね、僕らもこう言ってもらえるとすごく嬉しいですし、僕だったりとか他のスタッフの方が、丁寧に対応させてもらうかなと思いますので、ぜひね、ぜひね、お待ちしてます。はい、あとインスタグラムはこうお店の方のアカウントでは新作がね入荷した段階で、写真アップしたりとか、こうお店のねディスプレイ買いましたとか、イベントやりますとかっていう情報を発信させてもらっています。はい、ぜひそちらも、合わせてフォローしてほしいですし、最近は僕の個人のこうインスタグラムのアカウントを、載せさせてもらってて、なかなかね難しくて、こう YouTube 毎日更新して Instagram も毎日更新したいなと思ってたんですけど、結構ね大変ねっていう言い訳をねちょっとさせてもらうんですけど、やり始めてそんなにこうやるぞってなって間もないので投稿も全然してないんですけど、なんか今後はもっとね、こう僕の個人のことだったりとかプライベートのことも含めて、ファッションのことも含めて、どうしたアップしていこうかなと思ってますので、合わせて、フォローしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、この春のファッションも楽しんでいきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。